こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネル、ココアートラジオへようこそ。前回のココアートチャンネルでは2つの関西弁講座をしました。何してんねんとか、何してんのっていうのと、あかんの使い方とか、大阪の北の方と南の方ではこんなに違うんだよっていうような、そういう動画をお伝えしたと思うんですけれども、まだそちらの動画ご覧になってない方は、一つ前の動画、下の説明欄または上のカード、または最終画面に貼っておくので、よろしければご覧ください。画面は一つ前にアップロードした関西弁講座の動画の画面そのままです。それはなぜかと申しますと、その関西弁講座でお伝えしたあかん、他の地域ではダメという言葉を、関西ではあかんという言葉を使うということをお伝えしたと思うんですけれども、あの動画を撮影した後、ふつふつとあかんというのは何が由来なんだろう、語源は何なんだろうってどんどん気になり始めてしまって、気になり始めたらもう何も手につかなくなって、ちょっと調べてみました。私自身ずっと関西にいるのに、調べてみて初めて知ったことなので、これって多分私以外の関西の人も知らない人多いんじゃないかなと思ったので、ちょっと急遽ココアートラジオで皆さんにシェアしようかなって思いました。まず語源は調べたらすぐ出てきました。拉致が開かない、拉致が開かないっていうのは皆さん分かりますよね。まあ、使う方使わない方いらっしゃると思いますけれども、もうこんなこといつまでしてても拉致が開かないよとか言うじゃないですか。その拉致が開かないの開かないからあかんというふうに変化したんだそうです。いつ頃変化したのかとか、どうやって変化したのかっていうのは、ちょっと私の検索力ではそこまで調べられなかったんですけれども、それが分かっただけでもすごいなんかすっきりしました。じゃあ皆さん、あかんの反対語って何だと思いますか？関西の人でもすぐ出てこないんじゃないですか。あかんの反対語はって言われて、だってそんなこと意識してあまり使ってないと思うんですけれども、聞いたらすぐ分かりますよ。あかんの反対語はいけるなんです。関西以外の人でいけるってどういうことって、あかんはダメとか、それいけないよとか、それダメよっていうことを、あかんよっていうことっていうのは分かると思うんですけれども、じゃあいけるっていうのはどういうことなのかって思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、いけるというのは関西以外の言葉で言うと大丈夫っていうことなんですね。なのであかんというのは大丈夫じゃないっていうことなんですよ。東京弁とか関東は平気って言ったりもしますよね。あ、平気平気って、東京での平気っていうのが関西でのいけるっていうことかもしれないですね。例文を出すと、え、風邪ひいてるんでしょ、大丈夫とか、風邪ひいてるんだよね、平気っていう言葉を、関西の人は風邪ひいてんねやろ、大丈夫っていう人もいますし、風邪ひいてんねやろ、いけるって言ったりもします。私はどっちかというと大丈夫っていうふうに使いますね。本当に関西に住んでながら調べてみないとわからないっていうのは情けない部分もあるんですけれども、私以外の関西の人でも意外に知らない人も多いんじゃないですか。せっかくなのでネット上にあるあかんについていろいろ検索したら本当にいろいろ出てきたんですね。先ほど言ったようにあかんの反対語はいけるなんですけれども、これ私東京の友達にあかんの反対語って何だと思うって聞いたら、あくって答えたんですね。そうなるよねって。なんであかんの反対語がいけるなのか、ちょっとそこまでわからないんですけれども、じゃああかんっていうのはどういう時に使われるのかっていうことで、あかんっていうのは本当にいろいろな意味で使ってるんですね。まず代表的なのは禁止する時に使うもの。例えば子供が壁紙に落書きして、そんなとこに絵描いたらあかんっていうふうに使うんですよ。これは禁止ですよね。そんなとこに描いたらあかん、標準語というか関東の方では、そんなとこに描いちゃダメ、そんなとこに描いたらいけないよっていうのを、関西の方ではそんなとこに絵描いたらあかん。ここでもう一つ関西特有なのは、他の地域ではそんなとこで絵を描いたらダメ、絵っていうのは短く発音しますよね。でも関西の人って絵を長く発音するんですね。そんなとこで絵描いたらあかん面白いですよね。そんなとこで絵描いたらあかん、関西弁にすると絵を短くすると成り立たないんですよ。そんなとこで絵描いたらあかんって、絵ってなっちゃったらおかしいんですよ。だからあかんという言葉ありきで絵という文字が長引いたのかなと思って。普通だと今から美術館に絵を見に行くのって言うでしょ。それを関西の人は今から美術館に絵見に行くねんって使
使うんですね。独特だなと思って、改めて本当に独特だなと思いました。ちょっと話が脱線しますけど、A 以外に手も長引かしますよね。早く手洗いとか、他の地域では早く手を洗いなさいっていうことを、はよ手洗いなさいって言うんですよ。漢字で書いたらえとか手じゃないですか。手とかえとかにならないじゃないですか。あと何ですかね、今パッと思いつかないんですけど、これを聞いてる関西の方、えとか手以外に関西の人が長く伸ばす言葉ってありますか？あとは、まあ、禁止語で言ったら、これは見ちゃダメとか、これ見たらダメっていうのを関西では、これ見たらあかん、まあ、これらの禁止語としてのあかんですよね。あとは不適切語としてのあかんもあるんですよ。禁止ほど強くはないんですけれども、やめておくように助言をするときとか、そういうときにも使うんですね。調べてみて私も分かったんですけれども、本当だなと思う。今日外寒いから厚着していかなあかんよとか、禁止ほどは強くないけれども、それ不適切だよっていうときに使ったりもしますよね。調べて喋れば喋るほど奥が深いですね、本当に。あとは拒絶の時にも使いますね。あかんもんはあかんとか、あかん言うたらあかんとか、もっと言えばもうこのあかんだけでこれらを済ます人もいます。あかん終わりみたいな感じで、あかんって便利ですね。これはまあ他でも、ダメなものはダメ、いけないものはいけない、あかんもんはあかん、これはまあわかりますよね。あとはたしなめる時、ダメな人ねっていうのを、あかん人やなとか、あとは都合が悪い時にも、あーごめんなさい今日都合が悪いのっていう時に、あーごめん今日あかんねんとか、あ明日もあかんねんとか、そういう時にも使えますね。あとは努力をしたけれども諦めた時にも、そういえばそうですね、あーダメだやっぱりできないっていう時に、ああかんやっぱりできへんとかいう時にも使えますね。あと無駄を表現する時にも使えます。あの人にはもう何言っても無駄っていうことを、関西の人はあの人にもう何言ってもあかんなっていう風にも使ったりしますね。あと残念な時にも使えますね。あー残念もうバス行っちゃったねっていう時に、関西の人はあーあかんバス行ってもうたって使いますね。確かになんか関西の私でも調べれば調べるほどなんか面白い。皆さんもよかったら検索してみてください。あかんっていうのを検索しても本当にたくさん出てくる。はい、ということで、もう探せば探すほど、検索すればするほど本当にキリがなくなります。あかんだけを調べてもこんなにたくさんあるんだなって、もう本当に引用元貼ろうと思ったんですけれども、山ほど出てくるの、本当にたくさん出てくるの、体も出てくる。本当にこのあかんだけで、まさしく本当に拉致が開かないそのまんますごいですよね。語源は拉致が開かない、そこから発生してあかんになった言葉が広がって、いろんな意味で使われるんですね。関西弁のあかん、これ一つをとっても本当にすごいですよね。奥が深いなって思いました。ここで関西弁の発音講座ですけれども、あかんは全部同じです。あかん、全部同じ音なんですね。あかんとはならないんですね。普通に使うときは全部同じ音、あかん。なので関西以外の人であかんっていうのを使いたいと思う方は、なるべく同じように平坦に言うと関西弁っぽくなります。くれぐれもあかんとかあかんとかならないようにしてみてください。っていうのを使う人いないですよね、なかなかね。私東京で仕事した時にずっと私標準語で喋ってたんですよ。そしたらなんか一人だけ、テレビ局の人なんですけど、ある人が関西人じゃないのに関西弁ぶってたんですよ。自分らそんなんやったらあかんで、何やってんねんあかんでって言ってたんですよ。もうそれ聞いてすぐに、あこの人関西の人じゃないな、どこの人だろうと思いながら、なんか一生懸命関西人ぶってたので、最後の最後まで私関西人なんですけど、それ関西弁じゃないですよっていうのは言えなかったんですよ、なかなか。もうだって気持ちよく自分は関西人になりきって関西弁ばかり喋ってたので、なかなか言い出せなかった、そんな思い出を今思い出しました。はい、ということで今日は一つ前の動画でお伝えしたあかんについていろいろ検索したので、それを皆さんにシェアしてみました。本当に関西弁の代表とも言えるあかん、この一つをとっても語源から使い方とか本当に奥が深いですよね。前回の関西弁講座も本当に皆さんからまたやってほしいっていうようなコメントも届いているので、またちょくちょくココアドチャンネルで関西弁講座もやっていきたいと思います。そして関西弁講座をやった後にこんな感じでちょっと掘り下げてココアドラジオもやっていこうかなって思います。前回の動画は上のカードまたは最終画面または説明欄に貼っておきます。よろしければご覧ください。あ、それからこれちょっと言い忘れてたんですけど、前回の動画で
京都の人は何してるのっていうのを何してはりますのとか何してはりますねんって言うよっていうことをお伝えしたと思うんですけれども、何してはるの、何してはんねんとか、そういうふうにも使います。それをちょっと言うの忘れたなと思ったので付け加えておきます。最後までご覧いただき、というか最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。